そう。でも、そう。山口監督どうでしたって今、メッセージというかコメント来てるんで、話すと、前半見てて、すげえって思った。すげえっていうか、この3バックの形って、あんま俺、なんかすごい不思議で、なんかね、すごいなって思いました。立ち位置とかも、基本みんなの、うちのディフェン、まあ、ディフェンスというか11人の間を取るようにしてるし、どこまで選手に委ね、ポジションを選手に委ねてるとかわからないけど、なんか、サイドバック、うちのサイドバック、穂高が相手のウイングかなに、前プレー行った時とかに、穂高の背後にスーって、シャドウの選手が開いたりするんですよ。そうすると、ヤス君が見れなくなったりとかするのよね。で、結果的に広いところで数的優位ができてるっていうシーンがたくさんあって、それをもし整理してるとしたら、すごいなって思った。なんか、そう。それはね、すごい思ったっすね。みんな簡単にやってるからさ、サッカーをね。やっぱそういうのって、すごいことだし、みんなが多分理解してるから、そのサッカーを。そう、約束が多分もしかしたらあるのかもね。そう、寄せてからのサイドチェンジもそうだし、どこのポジション取ったらとか、どういう風にやってボール受けるとか、フォワードの町野選手が降りてきたりとか、あえて自由なポジション取れるのも一つの戦術だと思うし、そう、あれはね、すごいよ。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん、今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。